皆さんに買っていただいたエアガラスの、フィットの一部をがん研究に、そしてがんとともに、生活する人たちのために使わせていただく、寄付させていただこうと思っております。ステージ3でしょ。そうなんです、ステージ3だったんですけど、今は綺麗にないです、なんとかがんは。本当に私の命を助けるためにもたくさんの方が手を差し伸べてくださいまして、そのやっぱり医学の日進月歩もすごいですね。今回色彩の希望2ということで、はい、復帰後2回目。そうですね、はい、去年夏やらせていただいたんですけど、はい、とても皆さんに喜んでいただきまして、またやらないかというお話もたくさんいただいたので、はいはい、今回また、こういう形で開催させていただくことになりました。前回よりも作品は多いんです。あ、全然多いです。前回は全部で30点ぐらい、お花が前40点ぐらいだったんですけど、これ何点ぐらいあるんですか。80点ぐらいですね、絵は。あと ガラスが40点ぐらいのかな、うん、もうこの1年ここのとこまでもうこれにかかりきりでした。もう早速売れてますもんね。そうなんです、さっきね、まあ、皆さんが買ってくださった絵とかガラスのプロフィットの一部をがんの研究をしている機構とか、あとはがんとの生活をサポートしている活動していらっしゃるところとかに寄付をするという気持ちに皆さん賛同してくださって、お買い上げいただけたんだと思います。同じ病気じゃなくても何かしらの病に罹患してらっしゃる、病を持ってらっしゃる方が大勢いらしてくださるんですね。なんかね、そういう方たちとなんか共にやっていくみたいな感じが、この個展をやることで私の中に芽生えてきたので、がんと闘っている方の力になれるというふうに思っておりますので、ぜひお越しいただいて、好きなエアガラスをご購入いただけるとありがたいと思ってます。